アイガモロボット試験味噌2010.06-09ウオヌマコシヒカリ栽培補助アイガモロボット展示2011.11 23代13回米食味分析鑑定コンクール国際大会ポットシステム専用育苗箱619 315-25mm ポット整備をたうえきミノル産業株式会社は岡山県赤岩市下市に本社を置く農業機械 製造企業である。主力のタウウエキは大手4社のマット内式と違った独自開発のポット内である。昨今の有機な作、自然栽培の流行によりこのポット内方式のタ植ウエキが注目されている。北海道では60%のシェアを誇る。ミノル産業株式会社が開発、設計、製造する農業機械には独特なものが多く、その独自性から、 他メーカーから良い意味で異端と表現されることもある。また近年の有機稲作の盛り上がり前から有機栽培に力を入れておりそれに特化した機械も多数製造している。独自に有機栽培の団体も支援している。ミノル産業株式会社農業機械の企画、設計、製造、販売、ミノルグループ、リックナビ、2017年11月19日閲覧。 野菜農家を助ける除草ロボットミノル水田駆動除草機ミノル産業2017年11月19日閲覧江戸時代の農所における水田の多数回中高除草とその効果土壌物理学会2017年10月30日閲覧光合成細菌が生物多様な田んぼを育む栽培を科学する養生ラボ 2017年10月30日閲覧。中高助走現代稲作に2008.1027。山形新聞。2017年10月30日閲覧。ありがとうございます。